はい、皆さんこんばんは。今週もやってまいりました、水曜チラチラ作戦のお時間でございます。この番組は、私コギーこと小木孝之が沖縄にまつわる様々な問題を取り上げて、そこから問題提起をし、沖縄をより住みよくするためのですね、方法を皆さんと共に考えていく番組でございます。この番組は、宜野湾シティ FM 81.8MHz でお送りしております。他にサイマルラジオやリスンラジオといったパソコンやスマホのアプリから聞くこともできますので、これ日本全国で聞くことができますので、内地の方々にもですね、ぜひご紹介いただければ幸いでございます。さて、沖縄はですね、いよいよ梅雨明けいたしまして、今日もですね、非常にいい天気が続いております。沖縄の梅雨明けはですね、今年の梅雨明けはちょっと遅くなるんじゃないかなというふうに思っておりました。と言いますのも、そろそろ梅雨が明けそうだなと思っていましたのは6月中旬頃ですね、晴れの日が続いていたんですけども、6月中旬頃はそろそろ梅雨明けかなと思っていたんですが、その翌日からずっと10日間ぐらい雨が続いておりまして、これは今年の梅雨明けは遅いかなというふうに思っていたんですけれども、その雨が上がった翌日はですね、雨続きが終わった翌日には梅雨明け宣言ということで、平年よりもですね、1日早い梅雨明けとなりました。やっと梅雨が明けてくれたということでですね、この間私1週間ぶりにですね、洗濯物を外に干すことができて、非常にすがすがしい気分になりました。今年の梅雨は意外とですね、雨の量が、降水量が多かったなというふうに思っておりまして、春先は沖縄県内のダムの貯水率かなりピンチだったんですね。平年と比べて貯水率が 20% 近く低かったんですけども、この間その貯水率を見てみたらですね、確か 90% 近くになっていまして、去年を上回る、去年の貯水率は下回っていたんですけども、平年の貯水率は 10% 近く上回るまでに貯水率が上がっております。ただですね、まだ天気のことですから何が起こるか分かりませんので、引き続き節水を心がけていってほしいなというふうに思います。さて、先週の番組でですね、沖縄平和運動センターの山城宏被告の暴力動画のですね、音声をお送りしました。まあ、その後ですね、放送の後ちょっと音声だけでは分かりにくかった方がいらっしゃるのではないかなと思いましたので、この水曜チュラチュラ作戦のホームページ、失礼しました。水曜チュラチュラ作戦ですね、Facebook ページ、水曜チュラチュラ作戦の Facebook ページに、その動画が見られるリンクを載せております。これは8分近い動画ではあるんですけども、この動画を見ればですね、いかに平和的な抗議活動を行っているという山城宏被告のですね、言葉が嘘だったのかということがわかるかと思いますので、ぜひ時間を見つけてですね、ご覧になっていただきたいというふうに思います。それでは今日用意した曲なんですけども、ちょっと当初用意していた曲、実はUSB に入ってなかったことが判明いたしまして、急遽宜野湾シティ FM にあったですね、CD コレクションからお送りすることにいたします。大城バネさんからのナンバーからお送りします。相対島。はい、沖縄出身の大城バネさんからのナンバーからお送りいたしました。相対島でございました。まあ、先ほどUSB に本日かける予定のですね、曲が入っていなかったということで、ちょっと焦ってしまったんですけども、まあ、一体誰の陰謀なのか、青山茂春さんがおっしゃるようにですね、もしかしたら、かの国の陰謀かもしれませんが、それ、まあ、悪ふざけはそこまでにしておきまして、早速本題に入りたいと思いますが、今この放送ですね、宜野湾シティ FM の、スタジオで収録しているんですが、そのスタジオからですね、窓の外が見えまして、今、子供たちが、手を振りながら、応援してくださっております。非常に、ありがたいことでございます。では、本題の方に移りたいと思いますが、今、ちょうどですね、まあ、沖縄では、甲子園、野球の甲子園大会出場をかけました、野球大会がですね、各地で、開催されております。この、高校野球の大会をですね、沖縄県、高校野球連盟というところが主催しておりまして、この沖縄県内では、沖縄セルラースタジアム、那覇市にあります、沖縄セルラースタジアム、コザ・シンキンスタジアム、北谷公園野球場、
それから、宜野湾市立野球場のですね、4会場で、熱戦が繰り広げられております。この野球大会はですね、土日の他に、6月23日、6月23日というのは、沖縄県慰霊の日でございまして、まあ、この日は、市役所ですとか、学校側の休みの日になります。その休みの日ですとか、あと、授業に差し支えない土日を利用してましてですね、高校野球大会が行われております。この高校野球大会、私も非常に注目しておりまして、多くの沖縄県民がですね、今年はどの高校が甲子園に出場するのか、注目していることと思います。まあ、何せ沖縄県はですね、高校野球に対する応援の熱というのが非常に強いものがございまして、高校野球の甲子園大会でですね、まあ、沖縄県代表側の試合をするときになりますと、いつもは交通量の多い国道58号線がですね、まあ、ガラガラになる。まあ、要はそれだけですね、室内で高校野球、テレビやラジオで、まあ、高校野球の応援をしている方が多くなっている。あるいは職場とかでもですね、この高校野球、沖縄県代表校がですね、試合しているときには仕事の手を休めてですね、まあ高校野球を見ていいよという、そういった職場も、まああるそうでして、私がちょっと羨ましく思っております。私出身地の北海道もですね、実は高校野球に対する応援の熱というのが非常に強いというところでございまして、これは沖縄と非常に大きく共通するところではないかなというふうに思います。特に、駒大、田中将大選手、今、大リーグに行っております、田中将大選手がですね、活躍、高校野球で活躍しました、平成16年、17年は、駒大苫小牧高校がですね、夏の甲子園で連覇を果たした。で、平成18年のですね、夏の甲子園大会では準優勝に終わってしまうんですけども、まあ、そこで、ハンカチ王子こと、まあ、斉藤佑樹投手、今、日本ハムにいらっしゃる斉藤佑樹投手です。ですね、田中将大投手が、まあ、投手戦を繰り広げたということで話題になりました。まあ、その時にですね、かなり高校野球に対する熱がですね、北海道でも高くなっておりまして、普段そんなに野球を見ない方、あるいはこれまで高校野球に関心がなかった方もですね、高校野球を見るようになったという、そういったいきさつがあります。私、たまたま平成15年のですね、甲子園大会、これ駒大苫小牧高校がですね、決勝戦で勝った時の試合なんですけども、その試合があった時にたまたま北海道に帰省しておりまして、もう家族みんなで、高校野球を見てたんですけども、よく耳を澄ましてみると、隣の家からもですね、高校野球を応援している声が聞こえる、まあテレビの音が聞こえるということでですね、高校野球の時には、近所のことをですね、あまり考えずに、まあ、音量ちょっと大きくしてですね、高校野球を見てもそんな迷惑がられないという、まあそういった、引き札もあったようです。さて、沖縄県内のですね、高校野球大会の話に戻しますけども、まあ先ほど6月23日もですね、この甲子園、大会、出場をかけたですね、まあ、沖縄県の高校野球大会が行われてというふうに申し上げましたが、この6月23日はですね、先ほど申しましたように沖縄戦慰霊の日になっております。今年はですね、この6月23日、この日はですね、宜野湾市立野球場ではですね、この高校野球大会が行われなくて、3会場、セルラースタジアム、コザ新金スタジアム、チャタン、野球場でですね、この3会場だけで、野球大会を行っていたそうなんですね。で、これ、ちょっと私ですね、沖縄県高校野球連盟に改善を お願いしたいと思いますのが、この6月23日はですね、最初から3会場でしか野球を行われないのであれば、この1試合、野球を行わない1試合をですね、野球を行われない1会場にですね、沖縄セルラースタジアムを選んでいただきたいなというふうに思っております。なぜかと言いますと、この沖縄セルラースタジアムの近くにですね、沖縄県護国神社というところがございまして、毎年6月23日にはですね、この沖縄県護国神社で、慰霊祭というのが、正午から慰霊祭が開催されます。この慰霊祭はですね、大体正味1時間弱の開催だと思うんですけども、まあ、それ以外の時間帯もですね、6月23日は、慰霊の日、沖縄戦慰霊の日ということでですね、護国神社に訪れて、英霊に対して感謝の意、あるいは追悼の意を述べられたりするという参拝客がですね、たくさん訪れるというふうに聞いております。
実は、ここで、なぜ6月23日にですね、この沖縄県護国神社で、沖縄県護国神社に、の近くにあります、セルラースタジアムで野球大会を行わないでほしいかと言いますと、沖縄県、護国神社と、それからセルラースタジアムの近くにある駐車場がですね、野球観戦をする方の、車で、満杯になって、沖縄県護国神社に参拝する方のですね、車が、なかなか止めにくいという、そういった状況があるんですね。私、6年前にですね、ちょうど昼の時間帯に沖縄県護国神社に行くという時間が取れたということもありまして、まあ、せっかくですから、この日に、まあ、護国神社を参拝しようということで、駐車場に入ったはいいんですけども、なかなか車を止められるところが見つからなくてですね、四苦八苦した思いがあります。で、挙句の果てにですね、まあ、駐車場ぐるぐる回って、もう止められるところないか、神に祈るようなですね、気持ちで、駐車場を探した結果、もう本当にたまたま運よくですね、一台だけ、止められる箇所が空いていたっていうところでですね、もうそこにすかさず止めてですね、護国神社に参拝したっていう記憶がございます。で、今年は6月23日はですね、まあ仕事ということで沖縄県護国神社には来てないんですけども、まあ慰霊祭に参加した方に話を聞くことができたんですが、その方に話を聞くとですね、やはり駐車スペースを探すのに非常に苦労したというふうにおっしゃっておりました。で、このようにですね、護国神社参拝する方がですね、駐車場を探すのに難儀するということもございますので、どうかですね、6月23日は、このセルラースタジアム以外の3会場、まあ、高座新金スタジアム、茶谷公園野球場、それから宜野湾市立野球場でですね、高校野球の方は開催してもらいたいなというふうに思っております。まあ、先ほども言いましたことの繰り返しになってしまいますが、最初から3会場だけ使うのであればですね、ぜひ、まあ、高座新金、茶谷公園、宜野湾市立野球場、この3会場で、6月23日は高校野球大会をですね、まあ、開催してほしいなというふうに思います。まあ、こういうことを言うと野球関係者の方に怒られるかもしれないんですけども、何もない野球をやることがダメというふうに言っているのではありません。念のため申し上げておる、念のため申し上げておきますけども、まあ、野球をやることがダメっていうのではなくてですね、まあ、使う会場ですね、まあ、この、まあ、6月23日は、小座新金スタジアム、茶谷公園野球場、宜野湾市立野球場のですね、3会場だけを使うようにしてですね、まあ、開催していただければというふうに思っております。まあなかなかちょっとこれは難しいところではあるんですけれども、まあ6月23日というのはですね、まあ沖縄県慰霊の日ということでですね、まあいつにも増して、まあ先ほどの沖縄戦で犠牲になられた英霊に対する感謝の意ですとか、まあ追悼の意を述べるという非常に大切な日でございますので、まあこのような日になるべく多くの方にですね、沖縄県護国神社に参拝していただけるようにですね、配慮していただければというふうに思います。で、この慰霊の日なんですけども、今年もですね、なんと、沖縄県の平和記念公園で開催された慰霊祭でですね、まあ、とんでもないことを活動家がやらかしたそうですね。安倍首相に対してヤジを飛ばしたり、あるいはもう大きな声で、集会妨害したり、まあ、そういったことが行われたようなんですけども、英霊に対する慰霊の仕方、あるいは感謝の意の、示し方というのはですね、本当に静かにですね、まあ心の中で、祈るというのがですね、まあ基本的なやり方だと思うんですけども、まあそれにもそれを全く無視してですね、まあこうやって、安倍首相が気に食わないからといって、ヤジを飛ばす。あるいは反基地のイデオロギーをですね、声高に叫ぶ。まあこういったことはですね、さっきの沖縄戦で亡くなられた方々が天から見てですね、本当に悲しむことだと思います。どうかですね、そういった、本当に沖縄を守るために戦い抜いた方をですね、草葉の陰で悲しませないようにするためにも、まあ、ちゃんと考えてですね、この慰霊の日を過ごしていただきたいなというふうに、お願いいたします。ぜひ、活動家の方、このラジオを聞いていたらですね、もう一度胸に手を当てて、自分のやっていることがどういったことなのか、考えていただきたいなというふうに思っております。で、先ほどの、また話に戻ってしまうんですけども、この、沖縄県護国神社の近くにあります沖縄セルラースタジアムでですね、当初高校野球大会を行うということになっていたんですけども、予定を変更して別会場で行ったという事例が実は去年あったんですね。去年の6月19日の日曜日のことなんですけども、まあ、この日に、急遽ですね、
沖縄の県民大会、まあ自称県民大会がですね、このセルラースタジアムを借りて行われることになりました。この日は当初、沖縄県セルラースタジアムではですね、高校野球大会が行われる予定だったんですけども、その予定を変更してですね、野球大会は別会場で行って、県民大会が開かれたことになっております。どういった県民大会かと言いますと、去年の4月に、うるま市で20歳の女性が、元米海兵隊の軍属の方にですね、殺されるという非常に痛ましい事件がありました。その、殺人事件に対してですね、まあ、抗議をする意味で、県民大会が開催されることになったんですけども、この県民大会がですね、よりもよって、高校野球大会が開催される予定だった、セルラースタジアムでですね、急遽行われることになりました。で、このようにですね、急遽会場を変更することがあるくらいならですね、何も、こういった活動家たちだけにですね、休場を課すのではなくて、6月23日にですね、沖縄県護国神社でですね、参拝したい方がですね、駐車場探しに難儀しないように、最初から6月23日をですね、他の会場で行っていただきたいと思うんですけども、この去年の6月19日に開催されたですね、県民大会、まあ一人の女性のですね、死を悼むという姿勢があったようなんですけども、その趣旨から大きく外れたことが多々あったんですね。どういったことかと言いますと、まずその会場で、カンパを集めていたようなんですね。いわゆる募金してくださいっていうふうに、カンパを集めていたんですけども、なぜ、一人の女性の死を悼む集会でですね、そのように、資金を集めることが必要なのでしょうか。それに、その、集めた資金をどのような、使い道で使うのでしょうか。私、これ、一人の女性の死を悼む集会でですね、行っていいことだとは決して思いません。それから、この集会の模様はですね、実は、沖縄県のテレビでもですね、放送されておりまして、私、このテレビでですね、様子を見ていたんですけども、そのテレビはですね、1時間だけ放送していたんですが、その1時間の中でも、会場から大きな音を立てて指笛が聞こえてきたんですね。しかも1回とか2回だけじゃなくて、何十回もその指笛が聞こえてきました。一人の亡くなった方に対してですね、哀悼の意を示すところで、こういった指笛が果たして適切なのでしょうか。私は全くそうは思いません。それからその集会ではですね、黙祷の時間があったんですけども、まあ黙祷といえば1分間の黙祷が一般的ではあるんですが、その1分間の黙祷の時間よりも、反基地を訴えるプラカードを掲げていた時間の方が長かった。これでは本当に一人の女性の死を悼む集会なのか、それともイデオロギーのための集会なのか、全くわからなくなってしまうというふうに思います。それから、これの集会にはですね、まあ、沖縄県知事も参加していたんですけども、沖縄ではですね、まあ、こういった、まあ、葬式ではですね、葬式ですとかのお通夜の場ではですね、まあ、黒の仮裕士を着て参加するということもあるんですけども、まあ、黒の仮裕士を着ながら、その現知事は、帽子をかぶっていた。いくら外が暑いからといって、帽子をかぶるというのはいかがなものでしょうか。このようにですね、本当に、歪んだ集会が行われている。しかもその歪んだ集会のために、沖縄セルラースタジアムをですね、まあ、急遽野球大会から変更するということがあるのに、6月23日にですね、沖縄セルラースタジアムを使わないようにするということができないというのは、まあ、ちょっと矛盾かなというふうに思います。さて、ずっと、まあ、手厳しいことを申し上げてきましたが、まあ、そろそろエンディングの時間となりました。ぜひですね、来年からは、6月23日は、まあ、沖縄県護国神社をですね、参拝しやすいような、まあ、環境を整えてほしいなというふうに、警察に願っております。そして6月23日はですね、沖縄県護国神社に参拝する。それができない方はですね、個人的に1分間の黙祷を捧げてですね、沖縄戦を戦われた方々に哀悼の意、それからの感謝の意をですね、示してもらえればというふうに思います。では、来週もですね、この水曜日の夜8時半にお耳にかかりましょう。まあ、暑い日が続きますがですね、ぜひとも熱中症にご注意いたしまして、良い1週間をお過ごしください。それでは、ごきげんよう。